どうも。僕がヴィーガンになった理由について、今回は話していこうかなと思います。まずきっかけは、去年、コリン星人麻疹っていう病気になりまして、で、僕の場合は、汗が出なかったので、無汗症、突発性、後天性全身性無汗症っていう、そういった病気も併発してたと思うんですけれど、なのでその腕とか背中とかから汗が全然出なくって、もう皮膚が乾燥してる状態で、もうチクチク痛くて、でもう何もできないし、もうめちゃめちゃ辛かったです。医者からもらう薬とか、あとなんかお風呂に入って、なんか熱いお風呂に入って汗出すとか、そういう民間療法とかもいろいろ試したんですけれど、もう、まあ、あまり良くならなくて、で、まあ、そんな時にそのピースフルクイジンの高島亮也さんを知ったんですよね。彼は過去にそのコリン星人麻疹という病気だったそうで、亮也さんはヴィーガンになることによってコリン星人麻疹を克服したわけではなくて、バッチフラワーによって克服されてるそうなんですけれど、まあ僕はそこでヴィーガンっていうライフスタイルを、まあ、知ったんですよね。で、ヴィーガンについて調べるじゃないですか。で、調べていくと、ヴィーガンになって、その全身性の病気、皮膚病とかも含めて、こう克服されてる方が結構お見えになられてですね。うん、で、ひょっとしたらと思って、で、肉だけ、とりあえず、やめてみたのがきっかけですね。で、とりあえず去年の7月か8月に一回肉だけとりあえずやめてみたんですよ。で、そしたらその1ヶ月後にその症状が5割ぐらい改善したんですよね。今は9割ぐらい治ってきてまして、で、まあ今はもうほとんど飲まなくなってるんですけれど、去年まではミヤリ酸っていうそのミヤリ菌が入ったこんなのとか、こんなのを飲んでました。で、それで9割ぐらいまで行きましたね、僕は。まあそれでも完全ではなくて、やっぱり体調悪い時とか、お腹の調子が悪い時とか、あとストレスなんかによって発症しちゃうことは今でもあります。なので体調には本当に気をつけてます。添加物とか、あと人工甘味料とか、そういうのもできるだけ控えるようにしてます。こうなんで僕がヴィーガンになってそれを続けてるかというと、畜産業とか、あと環境問題とかの実態を知ったからですね。あとは、まあ、自分の体を維持するためでも、まあ、あるんですけどね。僕は去年の9月にヴィーガンになったので、まあ、もうすぐ1年ですけれど、体調は、まあ、めちゃめちゃいいです。体もめちゃめちゃ軽くなりました。人それぞれだと思うので、その全員に当てはまるわけではないんですけれど、こう僕みたいにこう何しても 病院行って薬飲んでも全然治らなかったり、全身的な他の病気で悩んでる人とか、そういった人はこうヴィーガン肉とかやめてみて、で、まあ試してみてもいいんじゃないのかなと思います。あ、ちなみに僕は亮也さんの今サークルに入ってまして、オフ会とかにも何回も参加してます。では。